バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイは一人寂しくお届けするんですけれども、最後まで今夜もねイチャイチャお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。5月はね、陽子にとっても特別な月で、あっという間に1年終わっちゃうスタート月みたいな感じでね。いやこんな言うとさ、ちょっとあ寂しいなって思われがちですけど、そんなことはないんですよ。5月1日はうちのお姫のお誕生日で、お母さんになれた記念日でもございまして、でね、もう5月過ぎると夏が来るともう秋、まあ、例年はね秋にねいろいろイベント出演とかさせていただいてたので、あっという間にクリスマスになっちゃって、クリスマスもねクリスマスマーケットでね音時間発信していますので、あっという間にお正月みたいな感じでね、4月まではねゆっくりなんですけれども、どうしてですかね、5月からはあっという間に1年が過ぎちゃう。なので今年はもっともっとね大事に毎日生きていきたいなと、過ごしていきたいなと思っております。そういう陽子から一曲プレゼントとして受け止めていただきたいです。皆さんと大事な方がずっとずっとハッピーでありますように。陽子でアンフィニッシュトストーリー。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、場所探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく、続いてく。何度立ち止まっても守っていく。
きいただきました曲はヨーコでアンフィニッシュートストーリーでした。メッセージいただいておりますのでお読みしたいと思います。ヨーコさん、スタッフの皆さん、こんばんは。あなたのカズさんです。長かったゴールデンウィークも終わりましたね。ヨーコさんはどこか行きましたか？我が家は今年もステイホームでしたよ。近くにあるお墓参りに行ったくらいでしょうか。あと平川動物公園に夫婦で行きました。去年もそうでしたけど、今年も入場制限のためか、事前に往復はがきで申し込んで駐車券をもらえた人だけしか入れないので、しっかりゲットしていきました。5月2日、それも開園時間の9時に行ったのでガラガラ。平日だから子供たちは学校があるのね。空いててラッキーでした。駐車場も近くに停められましたよ。今は園内をバスが通っているのですね。バス停が数箇所あって、見たいところで降りればいいので、足の悪い私にはもってこいでした。前回は歩き回りすぎてヘトヘトでしたから、今回もお目当てのレッサーパンダを見て、ホワイトタイガーと森林狼を見て、あとは少し回って観覧車で一休み。我々老夫婦にとって観覧車は休憩所なのです。主人なんかもう一周乗りたいとまで言う始末。初めて年間パスポートを購入しました。これで何度も来れるから今日はこの辺りでと、無理しないで早いランチして帰りました。そうそう、園内のレストランはなかなか美味しいんですよ。昔子供たちを連れて行った頃はいつもお弁当だったので、レストランがあるなんて知らず、去年初めて食べてから気に入っています。丼物、麺類、カレーと定番ですが、どれも美味しい。今はコロナ禍やウクライナでの戦争といろいろ大変な時代ですが、こういうささやかな幸せに感謝してまた頑張ろうと思うお休みでした。では今回のリクエストはシャイニーをお願いします。先日土曜日のラジオを聞きましたよ。陽子さんの歌が聞けなくて残念でしたが、明るいお声が聞けて嬉しかったでした。ではごきげんよう。あなたのカズさん、ありがとうございます。カズさん、面白いメッセージいただいてますよ。実はね、ヨーコ、このコロナ禍でね、 SNS にまだ発信していないことがあるんですよ。去年のクリスマスイブ、ヨーコは鹿児島で一番大きな駅の鹿児島中央駅より KKB 鹿児島放送さんでテレビ局の方々と一緒にね、生配信ライブを行いました。で、会場は鹿児島クリスマスマーケットって、もうクリスマス一式だったんですけれどもね、バンドメンバーが、まあ、東京のメンバーと鹿児島のメンバーと陽子バンドでお届けすることができたんですけれども、ドラムでお世話になっている杉野さんはご家族で鹿児島にいらっしゃるんですね。パパはお仕事だけど、ママと子供たちは遊びに行こうみたいな感じでね、とっても素敵なご家族なんですけれども、その子供たちとうちの娘がね、動物園に行きたいって言ってね、お約束をしたんですよ。で、ミュージシャンあるあるだと思うんですけれどもね、みんなが、まあ、一般のそのご家庭でお祝いをする日、イベントの日とかは私たちお仕事のことが多いんですね。土日祝日で、クリスマスも私たちお仕事でしたし、で、子供たちもさ、本当はクリスマスを祝いたいんだけど、親に付き合ってくれるわけですよ。それはもう当たり前のような優しさでね、何もこう気にしてないんだけど、ただ親の方がさ、あ、ごめんね、クリスマスイブもクリスマスもお仕事してみたいになるわけですよ。で、私が子供たちにどこ行きたいって言ったら、動物園って、遊園地も行きたい、あ、じゃあ行こう行こうって言って、26日がねオフだったのでみんなで動物園に行ったんです。そしたらね、鹿児島南国なのにね、その日めちゃくちゃ雪が降ってて、もうね、私たち外でね遊ぶわけですよ、ずっとね凍えてた、もうカチカチに、ね、こうなんていうのかな、凍るんじゃないかって思いながらもね、そう、もう北海道なんて張っててもさ効かないくらいの寒い時ってありますよ。あれでさ、沖縄って雪降りますか？鹿児島はね、もう何年ぶりだろうっていうくらいすごい雪が降った。その日にね動物園に行ってて、でね、動物園に行ったらみんなね早い時間に行ってるんだけど、私たちももうみんな帰っていくのよ寒
寒いから。しかも動物園ってこう家族連れでもさ、ちっちゃい子たちが多いでしょ。ちっちゃい子たち風邪ひくよねって思いながら、うちも十分ちっちゃい子もいたんですけれどもね、はしゃぎ回る、うん、ごめん、なんかちょっと興奮しちゃった。はしゃぎ回って走り回ってね、もうねそれどころではなくて、雪も満喫した楽しい一日になったんですけれども、カズさんがねメッセージで詳しく書いてくださってましたけれども、園内はバスがね通ってますし、全ては歩かなくてもね、今ね短い距離でね移動できるから、まあ、すごく過ごしやすいんですよ。あと遊園地はおっしゃる通りだと思いました。ベンチとかね、特にね雪の中だとね、もう寒くて座る場所ないのでもう観覧車の中ね、私たちも何往復もした、何周もしたかったね。そうそうね、懐かしいな。去年一番のなんかね、お腹を出して笑った一日だったかな。お腹から出して笑ったらダメだよね。お腹から声を出してね笑った素晴らしい一日でしたね。で、同い年のアップルジャムのミカちゃんもね、東京帰る前に一緒に動物園行ってくれたんですよ。そしたらさ、ミカちゃんもさ、もう東京長いから雪も慣れてるだろうに、鹿児島で見る雪ってすんごく興奮するのね。で、私もまだその時は34歳だったかな、もう鹿児島で見る雪ほんとさ嬉しくて仕方がないから、キャッキャキャッキャですよ子供以上に私たちの方がね大きな声ではしゃいでたかもしれない。うんまあね、鹿児島の方も沖縄の方もね、この気持ち分かってくださると思うんですけれどもね。とは言いつつ、冷静にうちの母とかはね、子供たちが風邪ひくじゃない、何考えてるのみたいな感じでね、まあでもその気持ちわかるわ、よかったね、みんな遊びに行けてねっていう感じでね何とも言えない顔で見守ってくれてましたけれどもね。まああの日にね、鹿児島県民で外で遊んだ人いたのかなってくらいの大雪でしたね。これはね、風邪をひいててもし仕事ができないとかになってしまったら、SNS で発信してて、あ、この人たち動物園に行ったからだともなってしまうし、もう風邪ひいてアホだなってなったら困りますのでね。そうだ、あったかくなってから YouTube でね総集編にしようとか思っておりました。カズさんのおかげで私たちが雪だるまになっちゃうところだった、いやもうなってたかもしれないっていうね、とっても大切な思い出のお話ができてよかったです。カズさん、メッセージリクエストありがとうございました。ではお聞きください。ヨーコでシャイニー。あなたの思いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日
聴きいただきました曲はヨーコでシャイニーでした。ヨーコはゴールデンウィークは家で過ごしたんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしたか？ヨーコはですね、ちょっと早かったんですけど、家族が揃った日があったので、その日に母の日のねお祝いをしました。娘はですね、毎年サプライズでいろいろ考えてくれてるんですけれども、今年もとっても可愛い、使うのがもったいなすぎるお花の形をした入浴剤をプレゼントしてくれました。そしてね、今年の母の日は私にとっても特別な母の日となったので、最後の日曜日ですね、いつも以上にハッピーな一日を過ごさせてもらいました。皆さんもね、これから梅雨の時期になって夏がやってきてとね、まあいろいろと体調の変化とかもね気になりつつ、まあ、パワフルでね過ごさないといけない季節が続きますけれども、一日一日がね皆さんにとって特別な日になりますようにと祈っておりますので、お互いもっともっとハッピーに過ごしましょうね。では今夜の最後の一曲、皆さんのことを思って作りました、ヨーコでキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。争い事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー。今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せで。お届けしました曲はヨーコでキス&ハグでした。バニラスカイは皆様のメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。では皆様にやっと告知できる日がやってまいりました。今年始まってすぐね、バニラスカイで皆さんに相談しました。ヨーコ初めてのカバーアルバム作ろうと思ってるんですけど、どう思います？ってね。そうしたらね、嬉しいことにぜひ作ってほしいなっていうね、あったかいメッセージをいっぱいいただきました。ほんと皆さんのおかげでこの企画進んでおりましたよ。いよいよですね、皆様のおかげでクラウドファンディングスタートすることができそうです。ヨーコ初のカバーアルバムリリースに向けまして、クラウドファンディングを1ヶ月ちょっとね開催したいと思っております。詳細はですね、ヨーコのオフィシャルホームページや SNS からどん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 発信していきますので、ぜひチェックしていただきたいです。ヨーコのホームページは yokoyokojapan.com で検索していただいたら出てきますし、 yoko ヨーコ鹿児島でね、 YouTube はじめいろんな SNS ヒットしますので、ぜひそちらもチェックされてください。お願いいたします。そして
今夜の一番の目玉でございます。パチ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 、いよいよ陽子の初のカバーアルバム、タイトルが決まりました。イエイ、拍手ですよ皆さん。いいですか、陽子初のカバーアルバム、タイトル決まりました。イエイ、拍手ありがとうございます。それでは発表いたします。どこ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 ちょっとチャッチードラムロールでしたね。ではよろしいでしょうか、発表いたします。陽子初のカバーアルバム、タイトルはスターズです。スターズというのはですね、英語でスターと書いて S をつけたスターの複数形なんですけれども、多くの名曲あふれるね J-POP スカイ、もうスターの方々のね曲を歌わせていただくというリスペクトの気持ちも込めたり、皆様のね日常に寄り添った CD になってほしいという思いを込めて発信しますので、皆様の日常がね陽子の歌声で少しでもキラキラ輝いてほしいな、キラキラワクワクしていただきたいなという思いが強いですかね。スターズのスターはいろんな意味を込めてのスターで、それがまあ複数形でね、スターズというふうにタイトルを決めました。ぜひですねお手元に届くのはまあ年内には届く予定なんですけれども、クラウドファンディングキャンプファイヤーの方をねチェックしていただいて、ぜひぜひご支援いただけたらありがたいんですけれども、リターンもねいろいろ考えてみましたよ。3500円で CD1 枚返ってくるプランもありますし、タオル、陽子のライブではねタオルが必需品です。一緒にフリフリしていただくんですけれども、そのタオルがねなんと今回これを機にニュータオル作っちゃいます。そちらもね間もなくデザインもねアップする予定ですのでチェックしていただきたい。そして何よりクラウドファンディング特典があります。皆様のお家やね好きなところに、特別な場所にね陽子出向いて陽子歌っちゃいますチケット発表いたしましたよ。ぜひですね今はねもうライブってねなかなかこう気軽に足を運べなかったり、私もライブしますって告知なかなかできないんですけれども、お互い都合のいい場所でね音時間を共有できるようにという思いでねこのチケット発信しますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。今回ねここだけの話でございます。200万円というね大きなね目標金額を掲げております。ですがもうすぐ経費で飛んじゃいますんで、何卒お力添えをお願いいたします。皆さんにねあこういう歌手いるんだよって結構面白いからね歌いいからとかね、そんな感じでちょっと話をもり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 していただいて、告知のね、まあ、PR をねご協力いただけるととってもとっても助かります。このコロナ禍でねよくもなかなかね歌うお仕事がまあこんな現実的なこと言ってもねしんみりしちゃいますので、まあ、とにかく陽子の歌声がねちょっとでも皆様の日常に彩りを添えられるよう頑張りますので、ご支援ご協力お願いいたします。では皆さん、あっという間にバニラスカイもね来週というお時間になってまいりましたけれども、この1週間も皆さんらしくめちゃくちゃハッピーでお過ごしくださいね。陽子との約束でございます。毎日が皆さんらしくハッピーでありますように、陽子は相も変わらず祈っておりますので受け止めてください。それでは一緒にせーのバイバイハッピー。